古事記、道開き。雨のうずめが地上への道を進むと、道を塞ぐ神様の姿が見えました。その神様は、身の丈7尺、約2メートル、鼻の長さが7あた、約120センチもありました。目は、八田の鏡のように大きく、ほおずきのように赤く輝いています。この赤い眼光が神々を恐れさせたので、誰もこの神に声をかけられませんでした。ほおずきは花の咲いた後に六角状の萼の部分が発達して果実を包み、鮮やかな朱色の袋状になります。毒性があり、普通は食用にされることはありません。特に妊娠中の女性の摂取は禁物です。観賞用に鉢植えやドライフラワーなどに用いられ、その愛好家も多いです。果実は、ほおずき人形にしたり、中身を取り除いて口に含んで音を鳴らす、風船のように膨らますなどして遊べます。そこで、雨のうずめは、なんと胸をあらわにして、その神様の前に立ちました。この異様な神様がひるんだ隙に、雨のうずめは、あなたは誰かと尋ねました。私は、国つかみの、サルタビコの神です。雨つかみを地上へ案内するために参りました。こうして、ニニギ一行は、サルタビコに導かれて、ヒムカの高千穂の峰に天下りました。天孫のニニギにお供をした五柱の神々は、それぞれ貴族となって、天皇家に仕えるようになりました。この五柱の神々を五友の尾の神と言います。雨の小屋根の御事は、朝廷の神事と祭事を司る中富氏の祖神。太玉の御事は、祭祀具を作る印米氏の祖神。雨のうずめの御事は、宮廷祭祀の鎮魂祭や大乗祭で、神楽の舞を奉仕する、猿目の君の祖神。石凝止めの御事は、鏡を作る、鏡作りの村寺の祖神。玉の親の御事は、玉を作る、玉作りの村寺の祖神。ニニギの命を受けた雨のうずめは、サルタビコを故郷まで送り届けました。後に、この二柱は夫婦となり、雨のうずめ一族は、サルタビコの名前を受け継いで、サルメの君と名乗りました。こうしてサルタビコは雨のうずめに送られて故郷である伊勢に帰りました。ある時サルタビコがあざかの海で漁をしていると平部貝に手を挟まれて海に沈んでしまいました。
サルタビコが溺れたとされるあざかは、三重県松阪市とされています。松阪市にあるあざか神社では、サルタビコを祀っています。サルタビコが伊勢地方の土着の神様であることを色濃く伝えています。ヒラブガイは毛が生えた貝の怪物です。時折海上に現れては人を襲い、船を転覆させるとされています。一方の雨のうずめは戻る途中に伊勢湾に立ち寄り、海に住む大小の魚をすべて集めて、ニニギに仕えるかどうかを尋ねました。魚たちはすぐに承諾しました。しかし、この時、ナマコだけが返事をしませんでした。イラッとした雨のうずめは、なんと小刀で、ナマコの口を裂いてしまいました。それで今でも、ナマコの口は裂けていると言われています。これにより、島の国の初物の魚介類が、朝廷に献上されるときは、サルメの君にも分け与えられるようになりました。伊勢志摩は、朝廷にアワビやタイなどの海産物、ミニエを収める三穴国であったとされています。アワビ、海藻などの海産物は、神事の際などに貢がれる神饌として古くから用いられてきました。登場する神様。サルタビコの神は、ニニギを道案内した神様。天と地の境界、八幡にいて、天孫を案内した導きの神様です。要望は怪異で人を恐れさせるものがありますが、境の神としての性格から外敵の侵入を防ぐ道祖神として必要な姿と見ることもできます。飲食物を司る神職、大内人として、伊勢神宮で仕えていた宇治の土君宇治の祖神だと伝わっています。宇治の土君宇治は、邸宅内の屋敷神として、祖神のサルタビコを祀っていました。明治時代に入り、神官の世襲が廃止されたので、屋敷神を改めて、サルタヒコ神社になりました。サルタヒコ神社は、伊勢神宮内宮の門前に鎮座しています。体が大きく、また太くて長い鼻をしていたので、天狗のモデルになったとされています。道開きの狼として信仰され、方位よけ、交通安全の御神徳があります。江戸時代の中期以降は、猿と猿の共通性から、干支によって吉凶を占う、交神信仰とも結びつきました。ユニークな風貌から、雅楽でもしばしば演じられています。道開きの神、サルタヒコの狼を祀る、サルタヒコ神社。
雨のうずめの御事を祀る、サルメ神社。サルタヒコ神社の本殿に向かい合うように立っています。石の形が宝船に似ている宝石。実は小石が長い年月をかけて大きな岩の塊に変化したさざれ石です。宇治の土君家の結びの神が祀られている小宝池。名前の通り、子宝に恵まれると言い伝えられています。